Ladies and gentlemen, tonight's guest of honor is from the Empire of Japan. How would you feel if America and Japan were to enter war? The United States is the last country in the world. Japan should fight. Today, I will give my soldiers the knowledge of their own. I will give my soldiers the knowledge of their own. I will give my soldiers the knowledge of their own. おめでとうございます。召集令状です。ありがとうございます。お国のため精一杯ご奉公してまいります。もはやこの島は孤立したも同然だ。メリケンの勉強しておられるんだよ。だからどうやったら打ち負かせるかも知ってんだよ。地下要塞を構築する。地下に潜って徹底抗戦だ。祖国のため我々は最後の一兵になろうと、この島で敵を食いとどめることが責務である。生きて再び祖国の地を踏めることなきものと覚悟せよ。行きましょう。撃て。我々の子供らが日本で一日でも長く安泰に暮らせるなら、我々がこの島を守る一日には意味があるんです。花子、この手紙が届くことはないだろう。でもお前と赤ん坊のことだけが気がかりだ。 I lived in California for a while. Oklahoma is where I'm from. ここである軍人として止血すべきだ。ここでこのまま死ぬのと、生きて戦い続けることと。戦局最後の関東に直面せり、残ってるのはライフルだけです。今や弾丸付き水枯れ、とこしえにお別れ申し上げ、諸君らの霊に涙し黙祷を捧げる日が必ずやくるであろう。世は常に諸事の先頭にあり。